皆さんこんばんは。本日の試合はバルセロナ対神戸カンプノウよりお届けしてまいります。解説北澤さん、実況はジョン・カビラです。北澤さんよろしくお願いいたします。こんばんは、よろしくお願いします。さあ選手入場です。バルセロナがこの試合は 4-4-2 のシステムです。そうですね、この場合のシステムですとサイドバックがどれだけ仕事ができるか、そこが大きな鍵を握ってくると思いますね。サイドから仕掛けてくるタイプのフラット型、トップ下を置いてトライアングルを作る形のダイヤモンド型がありますよね、どちらもサイドバックのオーバーラップが攻撃の大きな武器になりますよね。勝者はどちらなのか、好ゲームを皆さん期待しましょう。バルセロナのキックオフでスタート。バルセロナ対神戸エキシビションマッチです。おそらく予想しているよりもさらに1枚2枚相手は上手に来ますからね。それにきちんと対応できるプランが今日は必要でしょうね。大事なのはいくら相手が強かろうと自分たちのサッカーを崩さないことでしょうね。ハーフナー前、藤田ボールのかこのパス、セルヒオ・ブスケツ、コーチーニョ、ラキティッチ。バルセロナは先ほどから前線の両サイドがワイドに開いているように見えるんですが、北澤さんどうご覧になりますか。確かにサイドに張ってますよね。こういう場合は少ないタッチ数で素早く展開すると効果的ですよね。なるほど、そうすることでサイドで有利な状況が作りやすいということなんですね。はい、素早くサイドチェンジをして反対側の選手にボールを渡すことができればチャンスになりますからね。中盤から長いパスで裏を狙ってみるのも面白いと思いますけどね。まさにそこが狙いどころですね。そうですね。ラキティッチ、また中央へ、アルカセル。立ち上がり様子を見ている感じですかね、あまりこう積極的に前に行くっていう感じはありませんよね。そうですね、アーチのようなパス、もうこれいいですよ。上げてくる、ヘディング来た、先制バルセロナ、先制点はバルセロナ。流れるパスワークからゴールが生まれました。回している選手同士でこうメッセージのやり取りというかね、誰がフィニッシュをするのか、そのあたりにどうやってつないでいくのか、この辺のプロセスを共有しているからこそ生まれたゴールじゃないでしょうかね。素晴らしいですね。先制ゴールが決まりました。バルセロナ精神的なゆとりを持つことで視野がガーッと広がってきますから、結果的に攻めのリズムっていうものが良くなってきますよね。なるほど、イニエスタからこのフィードパス上げてくる、アウトまで来た、来たドーター、これまたすぐに追いついちゃうんですよね。今日は動きのあるゲームですね。チェックを受けながらのシュートを決めてきました。ハーフナーマイク、相手からの厳しいチェック、今みたいなプレッシャーの中でも落ち着いてシュートを打てるっていうのが素晴らしいですね。そうですね。今日のゲーム見応えがさらに出てきました。よく取り返しましたね。このままいけば流れ変わりますね。細かくパスをつないで攻め込んでいきます。アルカセル抜けるか、こぼれてますよ。柔らかいボール、大きく縦へ。さあカウンターを仕掛けます。ホドルスキ、裏のスペースを狙う、
コーナーキックです。シュート、なんと止めた。前半終了です。非常に動きのあるハーフとなりました。見応えのある好ゲームです。北澤さん、前半戦についてのコメントをお願いします。神戸としては精神的な強さが光った前半でしたね。失点した後も動揺することなく非常に落ち着いてましたし、結果すぐに追いつくことができましたからね。前半を終え1対1同点で後半へと折り返します。さあ後半です。ファーストハーフはお互いに1点ずつとそれなりにゲームに動きがありました。オドルスキ、田中、緩いボール、ラキティッチ、アルカセル、組み立てながら攻め上がっていく。ルイス・スアレス、サイドのスペースを使います。ボールはコウチーニョ、これいいでしょ。ここで丁寧にボールを扱う。どうだ、イニエスタ、いた、ハーフナー、いた、素早いパスで攻め上がっていきます。オドルスキ、サイドを使う。お、いい形じゃないですか。中央へ、わずかに合いませんでした。オドルスキーがハーフナーマイク、ですからボールがこぼれる。どうする、さあ右へ預けて、シュートチャンス、これ仕掛けるか。どうだ、ふわっとしたボール、どうだこのシュート。守備のほんの少しの隙にしっかりつけ込む、いいプレーでした。積極的に前からプレスをかけていったことによってこういったチャンスが生まれてくるんですよね、うん、はい、攻撃を生むための守備っていうのができてますよね。なるほど。このゴールキックをカットします。藤田、パスでつないで攻め込んでいきます。神戸、さあどこに出してくる。スペース出ましたね。この位置でボールを受けます。ちょっと伸びてしまいました。チャンスでしたけどもね。そうですね、残り時間ありませんから決めなかったとこでしょうね。はい、セルヒオ・ブスケツ、決めましたね。バルセロナボールです。ちょっとルーズになる。フリーで受けるスアレス、決めた。バルセロナ、バルセロナこのゴールで勝ち越し。シュートに持っていくための今のファーストタッチ、素晴らしかったですね。まあボールをもらう前に事前にちょっとイメージを高めてたんでしょうね。そうですね、なので必然的にボールコントロールもシュートもうまくいったということじゃないでしょうかね。なるほど。ルイス・スアレス、今日2点目のゴールです。バルセロナ、このアドバンテージをどう生かしてくるんでしょうか。バルセロナとしては、まあ、嬉しい1点ですよね。大無理しなくていいんじゃないでしょうかね。セルギオ・ブスケツ、ラクティッチ、ここで終了を告げる長い笛。2対1、神戸敗れました。
前線及びません。さあ終わりました。今日は点の取り合いになりましたし、お互いの持ち味を存分に発揮できましたよね。最後まで本当目の離せない白熱した試合でしたね。そうですね、ありがとうございます。さあ皆様、お別れの時間となります。本日の試合は北澤剛さんを解説にお招きしてお送りいたしました。北澤さん、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。神戸2対1と接戦をものにすることができませんでした。